どうもお疲れ様です、まあ、ビジネスは戦争であり奪い合いっていうね思想もあるんですけども、まあ、実はあの今日本にはねこう中小企業の中でゾンビ企業っていうのがあるらしいんですよ、まあ、というのが大した活動してないんだけどもなんか一応生き残ってるみたいなね、補助金とかなんか借り入れとかでなんとか生き残ってる会社があるんで、それをアトキンソンさんっていう人がね潰してしまえっていうわけなんですよ。こういうゾンビ企業がいるから日本全体の生産性が悪くなるんだって考え方なんですよね。まあこれは一見筋が通ってるようですけども、実はねあの自力で生きていけない人っていうのがやっぱ世の中には大半いてですね、そういう人がどうやって生きているかっていうと人に養われてるんですよね。人に養われていたり才能のある人に囲われていたりとかしてるわけなんですよ。でそうすることによって実はマーケットが平和に保たれているのは自由にビジネスをしたい方とか自分の才能で生きていこうとしている人を守る方法でもあるっていうのが、まあ、いわゆる格差是正の考え方なんですよね。で自己責任論とか優勝劣敗の原則になってくると、自力で生きていけない人が、まあ、背に腹を変えられないって言って、まあ、泥棒したりね内戦を起こしたりとか、要するに平和じゃない状態を作り上げていくんですよね。で、富裕層と貧困層が逆転する瞬間っていうのがまさにこれで、商売で叶わないから自分が叶う方法、つまり暴力で転覆させようっていうことが今までも何回も起きてるんですよね、まあ、ですんですごくひどい言い方なんですけども才能のない人間には生きていくだけのお金と食料と余暇を与えておいて、生かさず殺さず、まあでもね不満が出る程度の行動に起こせないぐらいの不満を抱かせながら、まあ、やりくりしていくっていう方法があるそうなんですよ、まあ、理想的にはね世の中に役に立たないと言われてる人でも十分自分のために生きていける方がいいんではないかなと思いますけども、まだ社会はそこまで成熟してないのかなっていうところもありますしね。でも片っぽではとても一代では使い切れないようなね資産を眠らせていて、同時に同じ時代に過ごしている人が、まあ、今日の食事にもことかくみたいなのが、まあ、共存しているのがこの国なのかなっていうところですよね、まあ、ですのでここまでをまとめると、弱肉強食でビジネスは戦争だと言ってね落ちぶれた人が本当にもう逆転の手段がなくなっちゃうと何を起こすかっていうと、まあ、いわゆる逆恨みとかねジョーカー的なまあなんていうんですかね、自暴自棄が出てきたりとか死なば諸共みたいになってきて、結局勝者が巻き添えになってしまうとかね、そんなことがあるそうなんですよね。まあどこに着地点が迎えられるのかまだ分からないところですけども、まあ、ある程度なんかね才能のない人とかおんぶに抱っこも許容していけるぐらいの力量が稼げる人や商社にもあるといいのになっていうところかなとは思いますね。あとここから話題変わるんですけども、なんかいろいろとこう雑草魂っていうかね、目立たず誇らずみたいなところがあるんですけども、片っぽではねやっぱこう何かねこう、まあ、自分の人生を振り返っていろんな話をすると結局は自慢かよみたいな話になってきて、やっかみが入るんでなるべく自慢話をしないようにっていう考え方も一つなんですが、でも反対にね自慢もできないような人生を送るなっていう考え方もあるんですよ。そもそも人がうまくいったこととか頑張って何かを得たことを自慢という反感を持ってね捉えてしまうような人との関わりっていうのは特にいらないと思いますし、いや本当に頑張ったんだねすごかったねっていうふうにその自慢をね称えてくれるような、お互いに称え合えるような関係だったらもっといいんじゃないかなと思うんですよ。まあそれが本当に自慢合戦じゃないんですけども、やっぱりなんかこういい人生だったとお互いに言えるような時間の過ごし方とか、まあそれをね自慢してんじゃねえよとかね妬まないようなね、うん、だからなんかねこの若い頃の武勇伝を嫌がる人ってのは、だから自分に誇るものがないんでしょうねきっとね、うん、なんかもっともっと過去を誇れるような人生を送ればいいんじゃないかなと思いますし、その上司とか先輩40代50代になった人がね過去の武勇伝を語れないようなそんな社会ってなんか寂しいなと思ったりするわけですよ。もっともっとね堂々と自分はこんなことやってきたんです、こんな風にして世界のヒノキ舞台を目指したんです、
まあ、でも今はまあこうなってますけどねみたいなね、上手な伝え方もあるけれども、もう片っぽではそのやっぱり自分の身近にいる人がね、自慢ができるような人生を送ることをなんか喜べるような、これも力量ですかね、持てればいいのかなと思いますよね。別にその自慢話聞いてなんか迷惑しないじゃないですか。なんかなんで気分悪くなるのかなと思ってるんですけどね。私は気分悪くなりますけどね。お前が言ってんじゃないみたいなね。ともいうね、そんなことでございました。じゃあ今日もちょっと始めましょうか。いってらっしゃい。